こんにちは。はあ、メイクします。日焼け止め。塗ります。なー、わかる。今日蒸し暑い。風がね、止むと蒸し暑くんどうしてもなっちゃうね。偏頭痛がすごい。うん、辛い。めちゃめちゃ辛いね、それは。偏頭痛の辛さめっちゃ知ってるからさ。ラーメン食べながら見て幸せじゃん。めっちゃ幸せじゃないですか。今日はもうクッションファンデにします。こちらのクッションファンデ、シピ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 を塗ります。もうさ、クッション楽だよ。あ、マイクロ。はい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 。今日もバイト。やっぱさ、でもさ、やっぱこうやって働いてる人がいるから世の中成り立ってるんだよね。ありがとうございます。エコノイジョイの申し込みしてます。ありがとう。私のショールーム見てメイク学べるから。一応今日はちゃんとも紹介しようと思ってるよ。あいたくラーメンすごいみたい。やだー。お互い様です。エコリーこの準備ベベベベベベ応募してありがとう。みんな応募してくれてますね。ありがとうございます。ネイル、やばい。ネイル取れちゃった。折れちゃった。やっぱ長いと折れるんですよね。はあ。そう、しんちゃんのピンつけてるの。今日はしんちゃん。ドトーレとミッドファットショット。よいしょ。こんにちは。こんにちは。みんな今何してるの？穴が舞ってしまった。寝てる？ゴロゴロしてる。まあ、休日なんてそんなもんだよね。私も今日はちょっとね、出かける予定がありますのでメイクをしてますけども、お出かけ中。お出かけ中のように見てくれてんの、ありがとう。
そんなそんなありがとうございます。そうね、さっきね掃除したんだ。掃除した。明日そうだね、明日スベベだね。そうじゃん。明日スベベでした。名古屋のね。名古屋のスベベですね。名古屋で待ち構えてます。では待ち構えていてください。あ、そうそうそう、マイキーはこれを使ってます。ずっと使ってる、もう何年も使ってる。絶対もう減らないんじゃないかっていうぐらいずっとこれ使ってるんだけど、 Mac のこのこのペンシル使ってます。色はちょっとねもうわからないな、もうね、もう色がもう全然わかんない感じになっちゃったんだけどね。うん、そん使ってます。これが一番、これと眉毛は、あとパウダーも言ってなかった、パウダーはこれです。あのこれミュアイスヨレンパウダーツヤカバー、これ使ってる最近で、眉毛はあとはもう一個このシピシピのブラシに、これリリミスシアラさんの、これは本当はシェーディングなんだけど、もう全然眉毛に使ってます。私は02番のやつを眉毛に描いてる。めっちゃいいんですよ、なんかこの一番濃い色がすごい使いやすくて、私は眉毛にこれを描いてます。めっちゃいい色、使いやすくてずっと使ってます。これもね、なかなか減ら、私あんまシーリングをねしないんで減らないですね。はい、次なんだ、次はなんだ、次はなんだ。そしたらアイシャドウ、アイシャドウはこれ、いつも読めないんだよこれ、いつも読めなくてね、それなんとかで読んだよ、ムデムデみたいな、ムデみたいなやつなんだけど、なんだっけな、最近のイチオシコスメ、イチオシコスメなんだろうな。なんだろう、イチオシコスメは、何もない。これコスメじゃないんだけど、サロニアの電気バリブラシみたいなやつがあるんですけど、これを最近使ってて、でなんかむくんでる時とか 目のとかこういうフェイスラインとかめっちゃやってる。メイクではない、メイクはねずっと変えてないんだよね最近。逆にいいコスメあったら教えてください。
待って、まぶたにコンシーラーを塗ってなかった。長年のちぎぞ沈着のやつをこのフーミーの、これまだ売ってんのかな、フーミーのピンクの、やべ塗りすぎたやつでやります。ね、大人っぽい。そうなの、今回はね大人っぽいの気分で、まずまつげパーマ先しました。でもね最近もう目を描いてしまって、描きむしっちゃってるからまつげがめっちゃ抜けて、今頑張ってまつ育してます。まつ育頑張ってるんだ最近。応援しててください、私のまつげが復活するように。はあ、だから今日もマスカラするか悩む。やっぱマスカラすると落とすときにめっちゃ抜けちゃうから、今日やろうかなやらないかなって前で悩んでおります。この時間が一番眠くなる気がするよ。3時から4時にかけて私一番眠くなるんですよ。ワンちゃんみたい？ってみんな何時が眠くなる？マジで眠くなる時間なんですよこの時間は。最近眠もうね眠りすぎてやばい、もう本当にね、なんかなんでこんな眠れるんですかってぐらい寝れるんですよ私。お風呂入ってるちゃんと。私はどんな暑い日でもちゃんと湯船に浸かるんですよ。だからどんなに疲れてる日でも湯船に浸かって疲れを取るみたいなことをやっております。まだね私、あー間違った、私さ、私がたまごっちやってること知ってますか皆さん。私がずっとハマってるね、たまごっちが最近またやり始めたんですよ自分。携帯のたまごっちなんですけど、アプリのねたまごっちなんですけど、超面白いのでやってみてください。私なんてもう9万ポイントぐらい溜まってるんですよね。やばくないですか、まだやってる。そうだよ、まだやってるよ。なんか前ずっとほっといてたんだけど、アプリのたまごっちって死んじゃうんですよ。アプリのたまごっちは死んじゃうんだけど、携帯のたまごっちは死ななくて勝手に成長してくれたりとかするから。そう、まず9万ポイントとかってごっち、なんかそのごっちピーみたいなやつで、たまごっち内でのそのお金みたいなのが9万ポイントあるんですよ。やばくないですか。放ってても全然知らないから。タマバースって何？知らん。そうでもね、ちゃんとね、あの暇つぶしにいいんですよ。今よくわかんない、なんかペンギンみたいなやつを育て、めっちゃゲームとかもなんか多分子供に向けみたいな感じだから、多分子供でもできるようなあのゲームなんで、めっちゃ楽しいですよ。なんか無心になれるので、移動中とかぜひやってみてください。
私はゲームがね好きでやってます。ゲームでお金を稼いでゴチピーを稼いでって感じでやってる。あ、たまごっちのメタバース版新しく出るらしいよ。え、何それメタバース版って、何それ何それ、音をしたら絶対バンされるからできないんだけどね。今もゲームしてお金貯めてます。お金貯めてるの、最近なくてお金使っちゃったんだよ。ゴチピをゴチピを使っちゃったから、頑張ってお金貯めてんの。バンゴチやば。バンゴチ言うな、こんなことやったらまず時間なくなりそうで怖いんだけど、やばすぎん。てか何このさ模様替え、ショールームの何ですかこれは、緑なんですけど何ですか。サナッチを育てて、私多分絶対育たないよ、絶対育たないぜ。やばい、化粧しながらやんなきゃいけないだから。なになに、次はなに、アイライン、アイライン引きます。アイラインはこれ、あ、イベント中なんだ、イベントやってるんだ。マジわかんなくてごめん。これは読めない。あ、ヒロイン、あ、キスミヒロインメイクだって。クリームペンシルのを使ってる。あ、抹茶なの、抹茶ってこと。あ、6月16日、あ、皆さん今日キャンディーくんのお誕生日なんです。キャンディー先生のお誕生日で、昨日12時ぴったしに私はキャンディー先生を抱っこしてお誕生日おめでとうってやりました。キャンディーくんのお誕生日なんです。え、もらえるの？たまごっちのアプリ今入れました。マジで楽しいからやってみて。10歳になりました、今日で。10歳になっちゃいましたに。あ、またギフトもらえるの？今回のギフトは何ですか？この前みんなからいくらもらって最高だったよ。え？高級フルーツ大福？絶対美味しいじゃん、そんなの。そんなの絶対美味しいじゃん。あ、この目の下の赤いこのラインは、なんとなんと、チークで、この真ん中のチークで塗っておるんですわ。あ、これか、和菓子の日2014、活躍しっかり2013、これか、これらしいよ。みんな食べたい？だってサナが食べたいって言ったらみんなたくさんギフト送ってくれるんでしょ。無理せずでいいよ、食べたいけど無理せずでいいよ。びっくりしてコーヒー吹いたぞ。したら今日マスカラやるかめっちゃ迷って、下マスカラをやっちまおうと。かわいいでしょ、ミルクタッチのなんかと限定のなんかのかな。私はロングの方が好きでロングをずっと使ってます。今日これを封開けました。タイメイクね、ありがとう。
みんな申し込み済みました。申し込みじゃない、お支払い済みました。どうだい、どうだい、どうだい、済みましたか。まあマスカラやっちゃおうかな。マスカラしたち、これはもう大好き、エレガンスちゃん。あ、お支払いしてきました。よかったよかった。もうそれでさ、みんなさ、みんなが注いでさ、もう当たんなくなっちゃうのが悲しいから、よかったよ。あー、今まつげ短い、やだ。まつげキャラをやってる私としてはもうダメだ。本当にもうダメです、悲しい。支払い忘れそう、する人がね多いんですよ。ぜひ当たんなくなっちゃうからね、気をつけてくれ。りゅうこさん、おうちにありがとうございます。もう今さ、ずっと脳内にさ TikTok のさ、カマキリダンスずっと頭残ってる。テレレレタラ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 ラの曲めっちゃ残ってる、知ってます？テレレレテテテレテレレ、あれって日本なのか、知ってる？登録してるカードから自動で引き落としてほしい。あーね、イコノイジョイカード。あ、見て、マジか。やっちまった、やっちまったよ、みんなやっちまった。マスカラを鼻につけてしまった。どうしよう、落とせばいいんだけど。やっちまったぜ。新しいチャームポイントにしようかな。チャームポイントは鼻のでっかいほくろです。あ、まつげダメだよ、もうほんとにやだ、まつげ、まつげがないよ。私はいつもメイク落としを持ち歩いてるので、撮ります。はい、撮りました。はぁ、コンシーラーになっちゃうかな、コンシーラー、こちら。なんかすごいいっぱい、あ、たい焼きか、たい焼き、あざーす。ありがとうございます。たい焼き、ありがとうございます。ファーストテイクのまつげすごいやばいよね、あれ絶好調の時だったと思う。去年のイコノイジョイも多分絶好調のまつげしてた。大丈夫、頑張って、イコノイジョイまでに間に合わせるから。まつげ課金をたくさんします。まつげがダメだ。チーク塗りますの前に間違った、まだアイシャドウ終わってなかったよ。最近人のカマキリダンス、カマキリダンスっていうんだけど、このテレレレテテテレテレレがね、めっちゃ見ちゃう。曲がなんかさ中毒性があってさ、めちゃめちゃさ聞いちゃうんですよね。オッケー。そしたらチーク塗ります。
チークはもうね、やばいよ、もう超なくなっちゃってる。このペリベラのね、これを塗ります。もうね、やばい、あ、もう全然見えてない。あ、ほら、超底見え。モーニングブラッシュっていうやつが大好きでね、使ってるんだけど、マジでなくなっちゃう。したら次はこちらのクリニックのここ、これはもう限定なんだと思う。多分もうないのかな。でも一生なくならなくならないの、チーク。エアコンつけてる、うん、つけてる。つけなきゃ暑くないですか。どうよどうよ。あとディオールのこれこれこれだよ、004番、ローズゴールド。ゆきりんさんとあかりんさんのやつまだ見てないんですよ。どちらのチャンネルもチャンネル登録してるんですけど、まだ登録してなくて、あ、間違えた、まだ見てなくて。そしたらアイライン、これは何、ラブライナーブラック。ほんとね、ブラウンがいいんだけどね、うちにねブラックしかないの。本当ブラウンが欲しいんだけど、これなくなったらブラウン解禁買いますね。はい、来ました。そうすぎたら、ラメとか塗っちゃう。これはなんだ、これはリカフロッシュのラメを、だけ塗っちゃう。ディオールって化粧品もあるね。化粧品あるよ。まあ OK じゃない。最近でもメイクが漏れないんだ。そういう時あるよね。うん、あるんだよ。今日もう最近めっちゃ、どう、もうメイクめっちゃ漏れるっていう時と、なんか最近メイク漏れないっていう時がね、女の子にはあるんですよ。最近はやっぱまつげがダメだからかわかんないんだけど、ダメなのよ。まあ、リップはねマスクするから軽くでいいよ。わかるね、それな、女の子あるあるなんですけど、めっちゃ漏れるって時と漏れない時があるんです、人生において。悲しい。つゆだからかな、かけある、あるか。ね、私はもう絶対アイドル卒業したら、アイドルじゃなくなったら絶対前髪を直そうと決まってるんですよ。でもアイドルしてるうちはもう前髪あった方がいいなと思ってて、なんでかっていうと、カメオの時前髪なくした時に、もう女の子、特に男のファンの方は、まあ、何でもサナツは似合うし大人っぽくていいねみたいな感じだったけど、女の子からもうすごかったよ、その髪型似合わないんでやめてくださいみたいな、めっちゃすごくて、もう絶対に前髪作って直してみたいなことがすっごい来たんですよ。特に女の子から来て、自分のファンの方からも来たし、あとはなんか自分のファンの方じゃない方からも来たりとか、なんかいつ前髪も戻すのみたいなことをめっちゃ言われたんですよ。だから私のこういう髪型は好きじゃないのかなと思ってやめました。なんかね、怖かったんだよね、なんか私が言ってあげるよみたいな、
何々ちゃんが言えないんだったら私がさなちゃんに言ってあげるからみたいな、前髪戻してってみたいな、他のこのファンにと自分のファンの方が喋ってて、さなちゃんに言ってあげるよみたいなって言われて、え怖いみたいなで即前髪を作りました。怖いよと思って、好きなようにさせてくれって思ってやめました。私的に結構お気に入りっていうか、まあメンバーに前髪長い子がいなかったんで、その時まあいないから、自分がそういうなんか前髪なくしてもいいかなみたいな、曲的にもかっこよかったからいいかなと思ったら、とんでもなかったらしい怖かったからやめました。なんて答え、今はねそんな人はいないんですけど、何でもいいよみたいなファンの方が多くて嬉しいです。好きなようにやりなみたいな方が多くて、だからでももう、もうねやっぱアイドル中は、現役アイドル中はやっぱり前髪をだけど、もうアイドルじゃなくなったら髪の毛もめっちゃショートにしたいし感じです。やっぱさ大変なんだよ、ドライヤーがドライヤーが大変なのよ。超大変、ドライヤーが。マスカラついた、悲しい。こんなにアイシャドウを可愛く塗ったっちゅうのにマスカラがついちゃう。ミルクタッチつくんですよね。そう、今は全部地毛です。伸びたでしょ、見て見て、伸びたでしょ。なんかここまでだったから、ずっと9月のあの去年のね5周年、去年と5周年だよね。5周年終わった後に撮ったんですよ、エクステを。5周年終わった後に撮ったから、そっからもうずっとエクステなしで、なんで早くエクステ撮らなかったんだって思ってます。マジエクステ撮ったら超伸びたんですよ。わかる、夏のドライヤーきついよね。エクステ撮ったらめっちゃ伸びたから、もうなんでこんな早くにエクステを取らなかったんだなって思いました。そう、サクサク短かった、ボブみたいな、こんくらいだった。謎に切りたかったんだよね、あの時は。本当に謎に切りたくて震えてました。で、切ったでやばい、私似合わないと思って、やめました。なのよ、肩くらいの長さもよくない？本当？ここぐらい？なんか最近ね、切ろうと思ったんですよ。切ろうと思っていつも行ってるね、美容室の島、銀座にある島のとこに行ってるんですけど、そこで髪めっちゃ伸びましたねって言われて、単純に切るのはやめました。え、もうちょっと伸ばそうと思って、胸下ぐらいまで伸ばしたら一回考えようかなと思って、今はちょうど綺麗に伸びてるんですよ。しかも綺麗にこう伸びてくれてるから、まだこれアイロン通してないんですよ。なので本当にブリーチとかしすぎて超荒れちゃったら考えようと思って、それまではいっかなと思って。何、昨日体育祭がなくなって、なくなっちゃったの、悲しいね。それは地獄のシャドウがあったの。待って、私シャドウやりたいな。
書道やりたい。代わりにやってあげるよ私が。私字上手くなりたいもん。字上手い人って素敵じゃないですか。私は憧れるな。自分そんな字上手じゃないから。アンナとか上手だし、過去一髪が長かった時はとりあえず地毛で長かった時はもう多分ここらじゃないですか。見えなかった。ここぐらいとかじゃないかな多分。過去一は、うん、腰までとかはねなかった気がするよ。そう、紫から色落ちしてこの色になってますね。またね美容室行かないと。今綺麗に本当に伸びてくれてるからいいです。書道はいいぞ。よさそう、めっちゃよさそう。なんかあ、やばい、ゲーム放置してた。たまごっちのゲーム、そしたらもうゲームオーバーになった。デレッテデレレデン。じゃあ終わろうかな。今日ね夜できるかわかんない。ショールーム夜できるかわかんないから昼間できるときにやろうと思ってやったの。やれたらやる、やれなかったらやれないけど。付き合ってくれてありがとう。通知と、通知取っといて。あ、そう、ありがとう。そう、ゲームゲーミング27時ぐらいから私がナレーションなの。初めてナレーションしたの。私初めてナレーションしたんですよマジで、あの初なんですゲーミングは。なのでちょっと日付変わってしまうんですけど、多分 TVer とかでも見られるのかな。なのでぜひ見たらそのボイスしてください私どんな出来だったかはちょっと覚えてない本当に。そう、ナレーション初めてだったの。特定映像のナレーションとかやってたんだけど、ゲーミングのナレーション初めてだったから、ちょっとよかったら見て感想ください。じゃあねー、バイ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 。あ、間違えた、ランキング読んでないわ。ランキング1位ハマちゃん、2位がマツケンさん、3位が空の夜、4位がリョッキー、5位がリコツン、6位がフータン、7位がおまめちゃん、8位がセータ、9位がケータ、10位がブチオ、11位がジビタク、12位がブルー、13位がハナチ。ありがとね、みんな付き合ってくれてありがとう。じゃあねー、バイバイ、またねー。